勇壮な手漕ぎ船の競争で知られる相生ペーロン祭りが今日開催されました。開成の相生湾で開かれた相生ペーロン祭り、今日行われたメインのペーロン競争には県の内外から63チームが出場しました。ペーロンは中国が起源とされ、相生市では大正時代に旧播磨造船所の従業員らが始めたとされます。レースでは32人の漕ぎ手が太鼓やドラのリズムに合わせて片道300メートルのコースを1往復から1往復半してスピードを競いました。一漕ぎごとに竜のように進む船に対し、観客からも大きな声援が送られていました。